それでもまだ禰豆子のことを心よく思わない者も,もいるだろう証明しなければならないこれから<笑><笑>よっ目覚めたかお前ここに移動してぐっすり眠っちまってさ 全然起きねえしみんなが心配するしで仕方ねえから俺がずっと見張ってたんだぜ大方気が緩んだんじゃないかって葵ちゃんが言ってたけどまあそうだよなはあどうしたんだよちょっと頭がぼーっとしてて記憶がおぼろげというか何をのんきな。 あれだけのことをやっといてこの感じこいつ本当につぶといな俺は胃が痛くて仕方なかったってのにナタグモ山の任務が終わってそうだ俺はヤてめえヤイいつまで寝てんだ さっさと起きねえか <laughs> 柱の前だぞなんだ鬼を連れた鬼殺隊員2から派手な奴を期待したんだが地味な野郎だなおいうむこれからこの少年の裁判を行うとなるほど鬼になった妹をずっとかばっていたなんて素敵な兄弟や なげだわ。ななんだこの人たちまだ口を挟むなバゲローだの前にいると思ってんだ柱の前だぞ柱柱ってなんだ何のことだこの人たちは誰なんだここはどこだここはきさ隊の本部です あなたは今から裁判を受けるのですよかまど炭治郎君裁判を始める前に君が犯した罪の説明をし裁判の必要などないだろう鬼をかばうなど明らかな対立違反我らのみで対処可能 鬼もろとも斬首するならば俺が派手に首を切ってやろう誰よりも派手な血吹きを見せてやるぜもう派手派手だええー なんといいうみすぼらしい子供だかわいそうに生まれてきたこと自体がかわいそうだなんだっけあの雲の形なんていうんだっけ根津子根津子お前柱が話をしているのにどこを見ているこのお方達は 鬼殺隊の中でも最も位の高い9名の剣士だぞ柱おいネツコネツコどこら、ネツコゼイ伊之助、村田さんそんなことより富岡はどうするのかね 拘束もしてないさまに俺は頭痛がしてくるんだが胡蝶目の話によると対立違反は富岡も同じだろうどう処分するどう責任を取らせるどんな目に遭わせてやろうか いいじゃないですかおとなしくついてきてくれましたし処罰は後で考えましょうそれよりも私は坊やの方から話を聞きたいですよ俺のせいで富岡さんまでかまど炭治郎くんなぜ鬼殺隊員でありながら鬼を連れているのですかゆっくりで大丈夫ですから話してください 俺の俺の妹 <laughs> 水を飲んだ方がいいですね顎を痛めていますからゆっくり飲んでください鎮痛薬が入っているため楽になります怪我が治ったわけではないので無理はいけませんよではかまど炭治郎君鬼は俺の妹なんです 俺が家を留守にしている時に襲われ帰ったらみんな死んでいて妹は鬼になったけど人を食ったことはないんです今までもこれからも人を傷つけることは絶対にしませんくだらない盲言を吐き散らすなそもそも身内ならかばって当たり前言うことすべて信用できない俺は信用しない聞いてください 俺ネズコを治すために剣士になったんです。ネズコが鬼になったのは2年以上前のことで、その間、ネズコは人を食ったりしてない。話が地味にぐるぐる回ってるぞ、アホが。人を食ってないこと、これからも食わないこと。口先だけでなくド派手に証明してみせろ。あのー、でも疑問があるんですけど、親方様が。 このことを把握してないとは思えないです勝手に処分しちゃっていいんでしょうかいらっしゃるまでとりあえず待った方が妹妹は俺と一緒に戦います鬼殺隊として人を守るために戦えるんですだからおいおいなんだか面白いことになってるな 鬼を連れたバカ隊員ってな、そいつかい？<laughs> 一体全体どういうつもりだ？シナスガワさん、また傷が増えて素敵だわ。鬼がなんだって坊主。鬼殺隊として人を守るために戦える？ そんなことはなありえねえんだよバカが俺の妹を傷つけるやつは柱だろうが何だろうが許さない <laughs> そうかいよかったなやめろもうすぐ親方様がいらっしゃるぞ親方様の おなりです,りですよく来たね私の可愛い子供たち <laughs> おはようみんな今日はとてもいい天気だね空は青いのかな顔ぶれが変わらずに半年に一度の中号会議を迎えられたこと嬉しく思うよ 傷いや病気かこの人が親方様親方様柱根津子根津子はは 妹ならそこにいるだろうずっと眠ってるよまあいろいろあったからなそそうかそうだったはあ、お前まだ寝ぼけてるみたいだなちょっとその辺歩いて目覚ましてこいよこの長屋敷の中ならどこも安全だろうしそれに俺もお前を見守るのもいい加減飽きた 起きたことみんなに伝えとくからなお前もみんなに顔合わせたら挨拶しとけよあのありがとうございましたおおうさっさと回復させろよ挨拶そうだな みんなに心配をかけたよううだし行こう皆の報告にあるように鬼の被害はこれまで以上に増えている人々の暮らしがかつてなく脅かされつつあるということだね。鬼殺隊員も増やさなければならないがみんなの意見を。 今回のナタグモ山ではっきりした大使の質が信じられないほど落ちているほとんど使えないまず育ての目が節穴だ使えるやつか使えないやつかくらいはわかりそうなもんだろうに人が増えれば増えるほど制御統一は難しくなっていくものです今は随分時代も様変わりしていますし 愛する者を惨殺され入隊した者代々鬼狩りをしている優れた血統の者以外にそれらの者たちと並ぶもしくはそれ以上の覚悟と気迫で結果を出すことを求めるのは残酷だそれにしてもあの少年は入隊後間もなく十二気づきと遭遇しているとは引く力が強いように感じる なかなか相まみえる機会のない我らからしても羨ましいことだそうだねしかし加減の語が大きく動いたということはナタグモ山近辺に無残はいないのだろうね浅草もそうだが隠したいものがあると無ンは騒ぎを起こして巧妙に私たちの目をそらすから何とも。 もどかしいねしかし鬼どもは今も能々と人を喰らい力をつけ生きながらえている死んでいった者たちのためにも我々がやることは一つ今ここにいる柱は戦国の時代始まりの呼吸の剣士以来の精鋭たちが揃ったと。 私は思っている。渦井天元、煉獄教授郎、古町忍、観露寺光、時藤無一郎、姫島行明、品塚和実、井黒尾場い、富岡義勇、私の子供たち、皆の活躍を期待している。